じゃあ今からあの本気でスタートというか同じことですけどやらせていただきます。井上直久です。どうぞよろしくお願いします。僕はあの水を描くことで僕の絵が進んできて、今の世界観、世界観のこと大したもんじゃないんですけど、世界観のような考え方を持つようになった一つは、やっぱり水を一生懸命描いたのがあるということで、あの水面、ここに水面があってここに水面があるんですが、この絵の場合ですね、こっちが低い水面でこっちが高い水面に見えますね。ここが絶壁になってて、それでこれをどういうふうにまとめようかなと思いつかないんで、この際皆さんに見てもらいながらですね、ご要望を入れながら描いてみようかと。ここに何かあって、とりあえず水面をじゃあ広げていきますね。ここにありまして、ここに何か、やっぱり真ん中ですから何か欲しいんですけど、どうしたらいいかがまだ思いついてないんで、で私の絵の描き方っていうのが大体そうなんですよ。あの描く前に決めてないんです。ずっと前に教科書を書いた時にそういう説明をしたことがあるんですけど、みんな大体あの題名とか絵の内容を決めてから書き出しますね。あれすごく大変なんです。それってあの野球の試合するのに3回にヒットを出て2打になった後ホームランを出してて決めるようなもんでね、今日の試合は大感動、それは大変ですよ、その時試合しようと思うと。でも野球の試合っていうのは一生懸命さえやれば、あのシナリオなくっても感動しますよね。で僕はあのいつも言うのは、僕の絵はあの野球型絵画だっていう言い方するんです。つまりあのシナリオがない。シナリオがあって下書きして全部決めて描いていく人のは演劇型絵画ですね。全部台本通り描いていく、あれは大変ですよ。打ち合わせして何度もやり直しして、僕の場合はそれをやらないんですね。あのいきなり試合するんです。で、試合がどんな試合になるか分かんないけど、投手戦になるか乱打戦になるか分かんないけど、一生懸命やれば絶対感動する試合になるというのが僕の主義なんです。だから主義っていうか、まあ要するに横着なんですね。 あんまり先考えずに生きていこうという、それで、そういうやり方なんで、絵も、こういうふうに、その都度思いつきで描いていきます。まあ、水面だからいい加減に、まあ、あの波みたいに水になってるんですけど、ダーッと塗ってしまってもいいんですけどね。絵の最初はこんな感じです。あの色をばらまくんです。YouTube とかには上げてるんでご存知の方も多いと思います。これもいろいろなんですよ。その時の気分次第で、ここにもう一つ持ってきてますね。で、もう似た色になってますけど、ちょっと違います。でこんなん見るとですね、ここが明るいからここに家があって、ここにも家があってとか、こう見えてきますね。それをそのまま絵にしているのが僕のやり方なんですよ。だからよく言われるのが、井上さん、頭の中にああいう絵が全部入ってたんですね、今もいっぱい入ってるんですかって言われるんですけど、いい絵今空っぽです、何も入ってません。描く前もないんですよね。描いてる時だけだから、描くことで自分の心が初めて分かるっていうやり方なんです。ちょっと水面にしてきました。でここを岸、手前の岸にするかがまだちょっと決めが練ってるところですね。じゃあ絵を描く基準をもう一ついきますと、僕の場合はだいたい左から光当てるんです。ここにある絵見てもらっても、だいたい左から光が当たってます。この時だけちょっと苦労したんですけど、でもちゃんと左からなってますね。これは確か文章は縦だったか横だったか、こっちかちょっと忘れたけど、話がこっちへ進んでいくんで、影をこっちにつけて明るい方に進んでいくにしたかったんで、そうしました。で、まあ普段こっちからの光にするのは、こっち側に光ある方が日本人の気持ちとしては字をこう書いていくからか、こちらが未来でこちらが過去っていう感じがするんですよ。で、字もあーとかいいとか書くと、みんなこっちが顔になってますね、前に。だからこれを反対にこちら側を影にすると、ちょっと開口して過去を振り返ってるというかね、昔へこう後ろ向いてるような感じするんです。だからあんまりやらないんですけど、これなぜか忘れましたけど、これ書いた時こっちが影にしたんですよね。だから今日は普段と違って反対側影の絵にしていってみます。ここ、これ飛行船みたいなのを空に描こうとしたんですけど、
あれですね、影にしようとしたんですけど、ここがあるのかないのか分かりませんね。どうしましょう、あった方がいいようなんですね。白はジェストっていう、あの地塗り用の白を使います。っていうのは、あの絵の具の白をそのままだとすごく色が強いんで、じゃあここを空広げます。ここまでね、一時許可求めんでもいいんですけど横にね、そうやってこうした方がいいよって言ってくれる人いたらいいんですけど、いいけど喧嘩しそうですね昨日も言ってたんで、家内となんか僕はあの、この今日の準備もしないといけないし、あそこの上鉢植えがちょっと植え替えてやらないといけないし、クローンの技術で僕は2人あるといいねって言ったら、かなそんな、かなりがそんなの2倍大変だから嫌だって言ってました。2人できっと喧嘩始める自分のしたいことをやろうとして、みんな同じことをして、で結局したくないことは、あとこの辺ね、あの今思い出したんですけど、飛行船記事と書かないでおきますわ。これなんかね、ちょっとあんまり縁起の悪い絵にはしたくないですけど、昔あったあの飛行船ね、ヒンデンブルグ号が煙で墜落していく絵がすごい好きなんですけど、これはまあ墜落してるのにしたくって、飛行船の中から星がいっぱい出てきてるのにしたら面白いですね。ここ飛行船が割れて中から、あのいい話にちょっとしたいですね。でこれ飛行船にします。さて海です。ここは同一水面に今しようと思えばできます。ここをこうしてしまえば同一水面になります。そしたら ここは岬で、こっちが島、ここ岬だからもうちょっとここ濃い方がいいですかね。こういう感じで、ここが入り江になりましたね。それでいいでしょうか。よく見て考えるんです。やっぱここ高いですよ。あのやり方いろいろあって、ここにこういう段を作ってここ滝にするっていう手があります。ここに、ちょっと何か岩とかがありまして、これ洗わんとね、岩とかがありまして、岩があって違和感があるとかこれ言うと、あの学生でたまに聞いてくれる子は喜ぶんですけど、家でやると家内とか子供はみんな黙ってしたもんお父さんそれをやめて、夏でも寒いからじゃあちょっと珍しくしてみますいいですか。ここ水面をちょっとはっきりさせていきますね。それから水をかくコツの一つは、下に映ってるようにするといいんです。そこで、ここにこの山が映ってるようにするために、この辺ちょっと白くします。空ですから、どんな場合でも空の方が明るいですからね。こうします。それからここがどうかは、この高さの位置関係わかりませんけど、ここへね、ダムみたいにする手もあるんですけど、それは置いといて、ここが映ってるということで暗くしてみます。申し遅れましたけど、今日はえらい暑い中遠くから来ていただきました最初に有益でした、ありがとうございます。ここのそれでここが、を描いてると、遠くで見てる方の方が感じ出てるかもしれませんね。ここがでもまだ決まってないですね。これから決めますね。さっきダジャレ言って、島がなんとかというダジャレで書くのを忘れてしまいました。ここね、ダムにしようって言ったの、滝にしようって言ったんですかね。ちょっと滝にしてみますね。そうか、いつもこっちが光にするからついこっち光しますけど、今日は向こうが、右側が光なんですね。右側に光をつけてみます。そしてここがこうちょっと高さが違うようにしたらどうだろう。こう影つけてみます。ちょっとダムにしてみました。どうでしょう、皆さんのご意見も反映しながら。こうですかね。ダムにしたらこう水落ちてるようにすると、これやるとね、あの日本の方お好きだから絵が絶対売れるんです滝滝っていうのは、これが絵が売れるもう絶対条件の一つですね。滝作るといいです。まあ僕も好きなんです。これ描くといっぺんに水面になるんですよね。白いの入れると、喋ってると見せかけて実は描いてるんですさあこの辺ちょっとどうにかしましょうかね。滝にするか、
あ、これ面白い。家にしようかな。ここに家建ったらすごいですね。毎日滝が見られる。たまたま上とんがったからね、家にしようかと。こういう生き方なんですよ。偶然は偶然ではないというのが僕の主義なんです。なんとなくしたいと思うのは、なんとなくしたい意味があるんだという主義なんです。会社の入社試験の時に、君の人生観、人生訓みたいな大理論の命ですか、ありますかって言われて、外的偶然、外から来た偶然を内的必然と見るって言ったんです。何ですかそれ、意味わかりませんって面接官の方言われるから、だから偶然に起こったことを偶然と思わないで、それは自分の内側から求めていた必然なんだというふうに感じるということですね。だから女の子に振られたら、あの子に振られることが必要だったんだというふうにこう考えるんですね。じゃあその必要は何のために後生かせるんだろうと、反省するか、いやもう一回アタックするとか全然結局考えないと同じですけど、まあそういうふうにして自分を肯定していくんですね。起こったことはみんな自分のために起こってるんだと考えて、失敗したら失敗は、あれは自分のより良くなるための失敗だったんだ、うまいこと言ったらやっぱり自分は良かったんだというふうに考えるという生き方でございます。あ、ここでほらだいぶ見づらしくなってきたでしょ、自慢するのもなんですが、絵描きが自慢したらダメですよね。仕事だから当たり前でしょって誰か突っ込んでいただけると。そう、仕事って、これ仕事にするのね、大変だったんですよ。普通生まれつき絵描きなんてなりません、ね、水を描くって言ってたんで、もうちょっと珍しくしていきましょうか。あ、じゃあいよいよ本気出してですね、この筆を使います。これ日本画の作用筆って言って、日本画で形描く筆で、これ好きなんですよね。これが何がいいというと、鋭い線が引けるんです。それでいよいよ水面らしくもっとしていきます。ここはこっちが映ってるから濃いんですね。この辺は空と両方映ってるから、さっき空の方、さっきのセルリアンブルーですね。これも酸素コバルトだったかリン酸コバルトだったか、ちょっと今曖昧ですけど、やっぱコバルト系の色なんですけど、それから海を遠くします。遠くするのは塗り重ねていくんですね。海の色は消さずに上からこういう淡い色乗せて、これでここ遠くなります。で、海と陸の境目は一番明るくなるんで、ここは今明るくはっきりします。だから絵を描いてると、なんかこう作ってるという感じよりは、そこにあるものをね、自分が見つけたものを印つけていってるだけみたいな気がするんですよ。夏目漱石の夢十夜に、仁王を彫ってる運慶だったか快慶だったかを見て、見物人が、あれは仁王を彫ってるんじゃない、木の中にある仁王を彫り出してるだけだから簡単なんだっていう描写があるんですけど、僕絵描いてるとそんな気がします。最初からここにあったものを自分が見えたものを忘れないようにこうして、さっきの家がこれ家になってきました。ここに住んでみたいですね、こういうところに。ちょっと怖いですけど、雨の後なんかちょっと怖すぎそうですけどね。ここにも玄関に、昨日から3日ほど前からウェルタ・デ・スパーニャって言ってスペインでやってる自転車の競技見てるんですけど、スペインの街もすごいですね。こんな感じで家が山にいっぱいくっついて建ってて、あとあそこのてっぺんをね、山の上によく修道院とかがありますけど、そういう感じにしたいので、家を描くのは家を描かずに後ろのこれで消していきます。いらないところ、あ、消して戻します。そうですね。あ、ここラピュタ書いてますね、井上君。証拠にもなく好きなんですよね。雲見ると、あの雲がしっかりしたので上に乗れたらどんな面白いだろうと思います。
ういうあの細かいものを入れていくとどんどん絵らしくなってきます。ちょっと面白いからここも行きますね。水かくて言いながらジャグリしてますけど、こう来て、でこの山の形をどうしましょう。ここ高いとこ銭湯が一つありまして、銭湯お風呂屋さんじゃないですよ、こうなって影、こちらに影ですね。今日はその反対なんですけど、ラピュタも影つけます。それでですね、今日その話をしようと思ったんですけど、こうやって描いていくとですね、さっきの水の話で言ったように、水を水らしくするのは、要するにこういうふうに水面に映っている状態を描いていけばいいわけですよ。それで、じゃあ今何しようかのと、さっきから空にあの星とかラピュタが浮かんでると言いましたから、今星を描こうと思って、月がなんか空に浮かんでるのを描こうと思ったんですが、その時ですね、大事なことは、これが今日の一つ肝なんですが、例えばここにお空にですね、ここどこ行きましょうかね、ここ今ここ行けますね、ここに、月を描こうとします。それからちょっと橋ですね、こう的にまずいな、消します、こうなんですよ。だいたいこういう風に変えたり消したりして、ここにしましょうか。ラピュタのすぐそばここに一つ書きます。これもちょっとまずいですね、二つ並びすぎてますね、困ったな、これにしましょうか。こうやってだんだん決まっていくんですよ。それからもう一つ、このここさっきからでここね、星が出てきてるって言いましたから、こうします。それから地上に、これがなんで水と関係あるのかと、これからなんですね。ここに大きい石ころみたいなところに星が一つある。それからこの水面上にある、こういうのをですね、書いていく時点でですね、さっき言いましたね、水にこう映ってるものを書くから水になるんだ。でこういう今星を書いてるとですね、例えばこの空に浮かんでる星、今描いてましたけど、皆さん意識してました？この絵はこっちから光来てるんですね。だからこの星の影も当然こちら側につけないといけないわけです。こっち側にね、だから反対側のこちら側は白くしないといけないわけです。これ意外とみんな気づいてないんですよ。どう気づいてないかというと、ここに月が出てるとしますね。月、ここにお月さんがこう出てるとしますと、全部見えた方がいいか、月が出てるとしますと、このこれな、構図上まずいですね、困りましたね、運の月ですね、これ書きっぱなしな、どうしようかな、まあこれでいきましょうか。月が出てるとしますとですね、この月どんな月だと思います？半月でしょうか、満月でしょうか、三日月でしょうか。これはですね、この月もここに書いた星と同じように、この日の太陽はこっちにあるわけですから、この日のお月様は、しかもこの時間みんなこれ光かなり横から来てますから、当然月も同じ光を浴びてるわけで、こっちが半分の月になるんです。でこれが結構ね、映画とか作ってる人無関心で、しっかりこっちから来てるのに満月描いたり、逆に夜真夜中なのに上が光当たってる三日月描いたりするんですね。真夜中だったら下に太陽がありますから、月は下が光ってるはずなんですね。まあ、普段意識しませんよね。でも間違いなくそれ意識して見てもらったら、その時間に太陽がある位置の側が月も当然光ってるわけです。そういうのは当たり前のことなんだけど、意外にこれ気づかないんですよ、描くまでは。で描き出してですね、物の影の方向とかを見ると、今現在地球上にあってお昼間見えてるものは全部太陽、まあ夜でもそうですけど、太陽の側から光が来て明暗ができてるんですね。そのデッサンしないとわからないんですけど、デッサンして気づき出すと、あらゆるものはそういう秩序ある光線の中にあるんだということが分かってきます。そしたらここに地上にさっき星があるって言いましたけど、ここに星があると当然これこっちに光が来るんですけど、
これ空にある星との違いがあるんですね。それは何かと言いますと、空にある星と違って、ここの星は地面にあるので後ろに影ができます。こういうふうに、まあ、この影が描くとですね、一気に、地上にある感じがしてきます。しかもですね、地上にあるとここに影があるんですが、この影の中に地面からの照り返しが来るんです。だから空の星と違ってここがちょっと光ります。反射で、地面からの反射で。こういうのが絵描くと気づき出すんです。物っていうのは全て相互の反射と光の関係で、こう僕らの目に見えてるんだと。で、それ何が言いたいかと言いますと、地上にあるものも空にあるものもみんなお互いの影響で光を反射して僕らに見えてるわけですね。水面が水面に見えるのも、そういう反射をかけばそれがそのものに見えるんです。だから地上にあるもの、僕らのあるものの全てがそういう大きな秩序の中でお互いの光反射で影響し合って見えてるんだということに気づいたのがすごい面白かったんです。で、僕の絵って描いてるものみんな嘘っぱちなんですよね。もの見て描いてるわけじゃないんです。自分の空想で描いてるんですけど、絵の中での秩序を合わせていくと、それがそこにあるように見えてくるんですね。それが僕が絵を描いていて一番大きな収穫で、つまりこの世の秩序に気づくことが、この世にないものを作るのには絶対必要だということなんですよ。だから道歩いてても、何してても、あ、そうか、これはこう描けばある、逆に描いてて感じが出ないときは僕はそのものの本当の姿を見てないんだなというふうに思います。で、絵を描いて具体的な一番良かった点は、写生してる絵が今回珍しく、そこにうちのアトリエの前描いた絵ですけど、ああいうふうに自分の身近なものを写生した後、周り見るとですね、周りが絵の上に見えてくるんです。で、絵を描き始めに行った時は描く場所ないなと思って探し回るんですけど、描き終わったらもうどこ見ても絵になるような気がするんですよね。今も僕描いてだいぶそういう目になってきましたから、宮崎さんが言われる茨戸目っていうやつですね。何もかもが茨戸に見えてきて、今ね、これ皆さんのこの表情切り取って絵にしたらすごい面白いなと思いながら見てるんですよ。それぞれの個性が出てらっしゃって、そしてこっち側の光と入り口側の光と反射でね、光も綺麗だしっていう風に見えてくるんです。だから絵を描く最大の利点は、この世界がものすごく綺麗で素晴らしいところに見えて、しかも大きな秩序の中にあることが感じとして感じられるんですね。それが僕が絵描いてきて一番良かった点だと思います。だから絵を描いてきてすごい幸せだし、画家であることが楽しいんです。そういう意味ではやってきてよかったし、絵というのは苦しんで描くもんだとか辛いもんだとかいうふうには僕は思ってないんです。描いてると楽しいです。これもいろいろ喋りながら描いたのに、持ってきた時よりはね多少進みましたが、本当は1時間でこんなんじゃダメなんですけどね、これに集中して描けばいいんですけど。それでこの後どうなるかと言いますと、どう時間的にはもうちょうどいい感じですね。ここにちょっと完成間際の絵を持ってきました。こういう絵があります。デュエットっていう絵で、実は展覧会に出したりした絵なんですけど、最初デュエットなんで、ここで象とですね、竜の子供が演奏してる絵だったんですよ。楽器、おもちゃの楽器を。で、こっちに女の子一人だったんですけど、やっぱりデュエットだからこっち二人にしようかと書いて、書きかけてやめちゃったんですね。で、こっち一回消したんですけどね。で、また書き出してるんです。まあ、こんな風に一つの絵をどういう風に書けば一番自然かな、いうのをしつこくこう、書いていって、最後に、うん、もうこれでいいと思った時は完成ですね。それもよく聞かれるんです。そうやって苦労して書いて、一番最後にもうこれ好きだ、もうこの絵は手を入れなくていい、この絵は自分が一番好きな絵だってなった時にやめるんですけど、そんな絵を売ってしまっていいんですかってよく生徒に聞かれるんですよ。で、これこの前タクシーの中で運転手さんに説明して、すごい感動してもらったんで、僕の好きな例なんですけど、一番好きなよくできた絵だから売るんです。寿司屋の親父がね、
最高のネタで今日はバッチリ握れたというのを自分で食ってしまったら寿司屋じゃないでしょうって、それをお客様に出して初めてプロの寿司屋なんです。だから絵描きは一番絵がいい絵ができたらそれはその絵を評価してくれる人に渡さなくちゃいけないっていう話をしたら、うんちゃんが長年疑問が解けました、今僕感動してますって言ってくれたんで、ああよかったな、学生さんにはよく言ってた例なんですけどね、まあ、そういう意味で僕は今日も美味しい寿司が握れるべく努力しております。またいい寿司が握れたらぜひご覧になってください。それではここで一回終わらせてもらいます。今日はどうもわざわざありがとうございました。